楽しい、中央銀行デジタル通貨という形で、CBDC なんですけど、ちょっと話をしたいと思います。で、私は、専門家でも何でもないんですけれども、この1年ぐらい、暗号資産ニュースサイト、日本のサイトですけど、それの、下役みたいなのをやってまして、細々とやってまして、で、アメリカ発の英語の、暗号資産系のニュースを日本語に、訳すというのをちょっとやってまして、で、それでいろんなニュースを見ている中で、そのアメリカですとか、欧州、中国、その他の国で、その CBDC をめぐる動きがすごい激しくて、で、日本の、Yahoo ニュースとか見ててもあんま出てこないので、ちょっと不思議だなと思って興味を持ちました。最近、ここ1、2ヶ月は日本の方でも結構動きが出てきて、Yahoo ニュース、私ヤフー、日本のニュースは Yahoo ニュースぐらいしか見てないんですけど、Yahoo にも出てるので、これから結構動いていくんじゃないかなと思っています。で、内容としては CBDC は何かっていうのと、今までの流れで、特徴と、なんで CBDC なのかっていうのと、今後についてになります。で、まず、その CBDC っていうのは何かっていうと、そのままセントラルバンクデジタルカレンシーで、名前としては中央銀行のデジタル通貨になります。で、定義としては一般的に、中央銀行が発行していて、で、法定通貨建てのデジタル通貨っていう形になります。なので、もし日本が CBDC 作るとしたら、日本の中央銀行が、円建てのデジタル通貨を出すっていう話になります。で、今までの、いきなり CBDC って言っても何なんですかっていう話なんですけど、流れとしては多分一番最初に2010年ぐらいにビットコインが出てきましたと。で、ビットコインがあって、そのビットコインの仕組みとしてブロックチェーンであるとか、分散型台帳技術で非中央集権っていう特徴がありますけど、まずこれが出てきましたと。で、ちょっと飛んで、去年2019年に Facebook が Libra という構想を発表しました。で、これはもともとはグローバルで使えるグローバル通貨を作りますよっていうのを Facebook が発表したんですけど、で、それに対する弾圧みたいなのがすごい激しくて、日本はどうかわかんないですけど、アメリカとか欧州の本当に中央銀行とか古い経済系の人たちが結構本気で潰しにかかっていて、なんでかなっていうのは思ったんですけど、これをきっかけに各国の CBDC の検討が本格化したっていうような話があります。で、今は各国が模索をしていて、早いところでは実証実験に向かっていたり、実際実験やってたりしています。で、CBDC の特徴は何かっていうと、もともとはビットコインとかの流れだと思うんですけど、CBDC については、そのビットコインとかブロックチェーンを、必須にはしてない、というところです。なので、ビットコイン系とは思想が多分違うと思うんですね。ビットコインは多分その技術を追求してたり、その分散型、非中央集権っていうところを追求してると思うんですけど、CBDC は、国というか実用面がまず重視されてるだと思います。で、カナダの中央銀行が CBDC のプロジェクトマネージャーを求人を出してたニュースがあって、で、そこの中の説明によると、ユーザーのプライバシー保護するとか、口座とか携帯がなくても大丈夫。で、停電時でも使えると。で、安全性は今のお金と一緒。で、今のお金を使っている人の信用を得るものっていうのが CBDC ですよっていう定義をしてたりしました。で、これを作るプロジェクトのマネージャーも大変だなと思うんですけど、この求人が埋まったかどうか分かりませんけど、そういう話が出てました。で、なんで CBDC なのかっていうとこなんですけど、やらないって言ったり、やるって言ったり、
その国によっても同じ国の中でもその銀行のトップの人でもこう人によって言うことが違ったりするんですけど、多分他の国とか民間企業に先を越されたら困るっていうことで今みんな動いてる感じがしますと。で、例えば欧州だと欧州の中央銀行があるんですけど、あ、言っちゃいました。まあ、ワーキングチームで研究発表していたり、発行は未定なんですけど、ちょっとここは今重なって見えなくなってますけど、まあ、やっていますと。あ、そうそう、取り残されないようにって言ってましたね。取り残されないように、まあ、発行するかは分かんないけど研究してますと。で、アメリカの FRB は去年ぐらいはもうやりませんって言ってたんですけども、最近は積極的に研究をしていますと。で、進んでるのが中国で、デジタル人民元っていうので、もうすでに実際の都市でテスト稼働をしてますと。で、日本については金融庁は発行予定ないとは言ってるんですけど、ここもすごい最近動きがあって、実証実験を来年やるっていうふうに言っています。で、CBDC については基軸通貨っていうところが一つありまして、現在はアメリカドルが基軸通貨っていうことになってます。で、基軸通貨が何かっていうと、まあ、名前はよく聞きますけど、意味としてはその中心的な地位を占める国際通貨っていう定義で、まあ、信頼と利便性の高い通貨が自然になるものですよと。で、経済規模と質と軍事力が必要っていうことで、まあ、今はアメリカになってます。で、図がちっちゃいですけど、その例えば4つ国があったとしてトレードをする場合に、その基軸通貨がないとそれぞれでこう通貨を交換しないといけないんですけど、基軸通貨が例えば A 国であれば、どの国もこう A 国の通貨と交換すればいいので、まあ、基軸通貨以外の国にとってもメリットがありますよっていう話ですね。これは打足ですけど、海外メディアだと、その準備通貨っていう言葉をもう使ってるみたいなんですね。リザーブカレンシー。で、日本のメディアだともう、今も大体基軸通貨ですけど、アンカーカレンシーって違うみたいですね。で、もともとはアンカーカレンシーだったんですけど、どっかのタイミングでなんか意味合いがもう違ったみたいで、海外はリザーブカレンシーに変わってるっていうことだそうです。で、その新しくどっかが CBDC を発行したら、その基軸通貨になるじゃないかっていう恐れがありまして、それがどういう影響があるかっていうと、これアメリカの立場なんですけど、その米国債の需要が減って、そのドルが基軸じゃなくなったら、で、米国債金利が上がりますよ。で、去年時点で、国債の金利が23兆ドルで、1% 上昇すると、2000ドル増加するっていうことで、その現実的にアメリカとしては、出費が増えてしまうので、影響が大きいですよっていうところがあります。で、ちょっとこれ字がいっぱいありますけど、今すごい進んでる中国の状況ですけど、名前が中国の場合、デジタル通貨電子決済っていう、デジタルカレンシー、エレクトロニックペイメント多分っていう名前になってますと。で、いろいろやってるんですけど、9月の時点で中国建設銀行が、ウォレットの公開試験してますと。で、モバイルアプリとあとハードウェアウォレットも開発してるっぽいですと。で、ウォレットの使用には個人情報の登録が必須で、あと、その保有金額とか利用金額に上限があって、で、その上限も4レイヤー、4種類のタイプがあるじゃないかという感じになってます。で、政府だけじゃなくて、民間企業も開発に参加してて、WeChat Pay ですとか、Ant Financial が入ってます。で、今年前半ぐらいですけど、中国の人民銀行が実際の都市でもテスト運用していますと。深圳と蘇州と、ユアンですか。で、やってますと。で、これが結構大きい規模で、310万トランザクションで170億円の取引ですと。で、顔認証とかバーコードスキャン、非接触の、
経済、ん?決済が入ってますと。で、ちょっと面白かったのが、その暗号資産から法定通貨を守るっていうことを言っていて、多分中国は考え方が多少違うと思うんですけど、その、先ほどの基軸通貨だとかそういう思いもあるんでしょうけど、その暗号資産から法定通貨を守るっていうのが一つの動機。まあ、あとはその、こういう個人情報も全部登録させるので、全部追跡可能にすると思うんですけど、多分人民元ともともと持ち出し制限があったと思うんですけど、それが、ビットコインとかで流れてたんですよね、多分。そういう流れて、そういう仮想通貨系で表に出てたので、まあ、そこを止めたいっていうのもあるのかなというふうに思っております。っていう感じで、中国は非常に、早いし、大胆に動いていると思います。あ、で、つい最近も、なんか、人民元を国民に配るみたいなニュースが出てて、で、麻生、日本の麻生さんがなんか批判したりしてたと思います。で、日本ですけど、日本も、以前から研究していて、で、このところすごい加速してるんですね。で、古い情報だと2016年の段階で、欧州中央銀行と分散型、モット帳技術について共同調査っていうのを開始していて、あと、それずっとなんか定期的にレポート出したりしてますと。で、今年も、1月にも海外の銀行と、研究グループを作ってます。カナダとかイングランド銀行、あと欧州中央銀行とかと作ってますと。で、ここ載せなかったですけど、8月ぐらいにもなんか部署を作って、こうエース級の人材を投入したりっていうニュースも出てました。で、これ今月、つい最近ですけど、日本銀行の取り組み方針っていうのを発表していて、CBDC 発行の計画はないけれど、準備しますよっていうのと、あと2011年度の早い段階で実証実験をするって言っていて、これ結構すごい話じゃないかなと思っています。なんで、日本銀行も、まあ、やらない、発行はしないとは言ってますけど、具体的にどんどん動いていくだと思います。まあ、世界的にはコロナで非接触決済への流れがあったんで、それもあって全体的に加速してるっていうふうにも言われてます。で、今はこんな状況だったんですけど、まあ、今後、ポイントとしてはどこなのかなっていう話ですけど、まあ、初めて発行する国で、それを普及させる国はまあどこなのかなっていうのと、あと民間企業と中央銀行、まあ、どっちが発行するのか、まあ、または共同で中国みたいにこう一緒にやってる場合もありますし、それはいろいろ国も、どこの国も迷ってるっぽいですね。で、マイナス面としては、まあ、そのお金の流れが全てトラッキングされるっていう部分があるのと、まあ、非常事態ですね。日本の場合は地震があって停電に起きたりとか実際に想定されるので、そこがどこまでやれるのかなっていうのがあって、で、とにかくここは今すごい動いているので、まあ、今後どうなっていくのかちょっと面白いなというふうに思っております。以上になります。終わりです。ありがとうございます。